本日はこの新世代セミナーということでございます。この明日の日本を背負っていく青少年を育成するということは、いわゆる国家100年の大計でございまして、大変大切な仕事でございます。そういう意味でロータリーがやっております青少年講座にしても、インタアクトにしても、ロータアクトにしても、ライナーにしても、極めて重要な意味を持っている奉仕事業であろうかと思います。ただ私一言、この新世代奉仕活動に接するにあたって、ロータリアというのがどのような関わり合い方を持つかということには少し慎重さが必要なものではないかというふうにこのことを考えて感じております。ユダヤの、誰が言ったか知りませんけれども、ユダヤの言葉の中に、大人は自分の知っていることだけを子供に教えてはいけない。なぜなら子供たちは違う世代に生まれてきたんだからという言葉があるそうでございます。あなたら私たちはもうすでに子供たちよりも30歳も40歳も年取っておりまして、持っている知識というものは古いもので時代遅れです。もとより若者が私たちに教えられることを求めているのではありません。若者は大人に対して刺激を求めているのであります。でそういう意味でこれが若者に対する刺激になるかどうか分かりませんけれども、最後、挨拶の最後に一遍の詩をお送りいたしたいと思います。でそれは今は亡き東京南ロータリークラブの東大の詩人で、文学者であった安住徳也さんという人の詩でございます。この詩は今ここにいる僕という題名の詩でございまして、これが発表されましたときに、吉川英治さんが絶賛をしたという詩でございます。ご紹介をいたします。今ここに僕はいる。僕は僕にと、今ここにいる僕は僕の全てだ。僕は答える。今ここにいる僕は僕の全てではない。僕には眉間の我がある、学びの我があると始まりまして、うんぬん続きまして、最後に僕には僕の明日があるということで結ばれている詩でございます。でこれは何も若者だけに向けられた詩ではなく、私たち大人に対しても言えることでございますが、特に若者はまだ自分が何たるもの、自分の可能性というものは十分にまだわからない段階でございます。無限大の可能性を秘めている若者でございます。そういう意味で、昨今の日本の若者は内向きになってしまって、あまり外に出ていかなくなった、こういうお話がございますけれども、どうか、新世代の方々は自分探しのために、この社会あるいは国際社会、地域社会に大いに、活躍をしていただきまして、自分自身を見直していただきたい、自分自身、まだ見ぬ自分を発見していただきたいというふうに切に思っておる次第でございます。これを、私のご挨拶に返させていただきました。ありがとうございました。